それじゃあ、はい、そうやな。近いですと言いたいんですけど、私あんまり面白い話はできないかもな。好きなタイプですか？そうですね、男らしい人が好きですね。え？筋肉も好きですけど、どちらかというと内面ですね。頼りがいがあるしっかりした人が好きだな。なるほどな。はあ、まあ趣味とかも男っぽいですしね。だから男の人が逃げていくのかな。え？やっぱり男の人って守ってあげたくなるような女の子らしい可愛い子の方が好きですもんね。そうやな。はあ、それじゃあ、ナルシストな人とかなよなよした人は正直見てるとイライラしちゃいますね。そうや。確かに九州の男は豪快で男らしい気質の人多いですからね。でも男の人って付き合った途端に豹変する人多くないですか？え？付き合う前は男らしくても付き合った途端ベタベタ甘えてくる人とか、今まで付き合った人みんなそうだったんですよ。うん、もしかして真島さんもですか？それはちょっとびっくりだな。ちょい待てよ。ですけど、でも一度気を許すとどんどんエスカレートしていくじゃないですか。最終的には赤ちゃん言葉になったりする人もいたし、あの時は私殴ってやろうかと思いましたもん。ああ、思い出したら腹が立ってきました。そういや、どうだろう、働き始めてからは3人くらいかな。ほう。あの頃は仲のいい男の子はいっぱいいたけど全然でしたね。みんな気の合う友達って感じで。男の子はいたんだけど、結局一言も話ができないまま卒業しちゃったな。クラス違うし接点もなかったから。でもバレンタインのチョコは渡しましたよ。え？恥ずかしいから相手の机の引き出しにそっと入れといたんですよ。私の名前はどこにも書かなかったけど。うん、さあ今考えると本当にそうですよね。
でも当時はそれが精一杯だったんですよ。そうやな。そうですね。ないと思うけどな。普通ですよ、普通。それじゃあ、そうですね、緊張して何も話せないかも。でもどうなんでしょう、デートの相手の女の子が何も話さないと男の人ってどう思いますかね。やっぱりそうですよね。はあ、変に緊張しちゃう癖直したいな。そうやな。なんか微妙なフォローですけど、ありがとうございます。お疲れ。